このガイドでは、ウリチマビジネスのウェブサイトでウィンドウ君のペイアウトをする方法についてご説明します。ご注意ください。トランザクションを受け取るためには、ウォレットをアクティブにする必要があります。アクティベーションにはスマートコインが必要です。アクティベーションの最小金額は1スマートです。スマートを取得する方法は以下の通りです。1、他の人に依頼して送ってもらうこと。2、取引所で購入し、ウォレットに送ること。3、他のコインとスワップすること。ウリチマビジネスの個人アカウントにログインしてください。個人アカウントの左側のメニューから、ペイアウトを選択してください。表示されるページで、ペイアウトを行うために、二要素認証を有効化するように求められる場合があります。Google 2FA の設定が完了したら、ペイアウトセクションでトークンを引き出すために使用する残高を選択し、Next Step ボタンをクリックしてください。次にトークンを引き出す金額とウォレットのアドレスはスマートウォレットでコピーできますを指定する必要があるウィンドウが表示されます。引き出すトークンの数量を入力し、コピーしたアドレスを貼り付け、トランスファーボタンをクリックしてください。その後、二要素認証のコードを入力するウィンドウが表示されます。正しく操作した場合は、トークンの引き出しリクエストが作成されたことを示すメッセージが表示されます。できました。ウィントークンのペイアウトが完了しました。すべてのペイアウトトランザクションの情報、日付、トークンが送信されたウォレットのアドレス、金額、ステータス、ID、トランザクションのハッシュは、トランザクションズペイアウトセクションで確認できます。質問がある場合はサポートにお問い合わせください。お手伝いいたします。ご成功をお祈りします。